えっと、皆さんおはようございますあの例えばご紹介いただきました、えっと、京都大学の防災研究所の今所長を務めてます中北と申します。えっと、今日はですねあのコロナ禍での前回あの対面の開催できなかったんですけれども再び対面開催できる、まあ、でもまだコロナ禍の中ですねあのたくさんあのお集まりいただきましてどうもありがとうございます。 えー、並びに、あの、今回、先ほどご紹介ありましたように。あの、広島県、えー、との共催ということで、さしております。あの、特に広島県の危機管理室の皆様には、大変お世話になります。どうぞ、よろしくお願いいたします。えっと、今回ですね、えっと。豪雨、あれ、消えちゃったな、あった。豪雨水害、土砂災害に備えると。いうことで、まあ、企画をさせていただいております。あの、まあ、温暖化で。 えこうまあ災害はえっと自然現象としてのハザードとそこにまたえっとまあ土砂災害の起きやすい場所にも人がお住まいになられてるという掛け算でえ起こるんですけれども、まあ、その2つの面からですねますます危険性が高くなるということであの今回えまずえ気候変動絡み気候のお話それから、えー 洪水の話それから土砂災害、えっと、土石流並びに、えー、斜面崩壊とそれから私たちの、まあ、心の問題ですよね、えっと、逃げる普段からどう備えるかというそういう話をさせていただきたいと思っておりますあの防災研究所はですね、まあ、まずはあの京都大学自身がですね今年125周年を迎えます、えっと、というのと防災研究所自身がですね昨年70周年を迎えまして まあ今後100年に向けてですね、まあ新たな動きを今しているところであります。で気候変動に関しましても、あのオ州内横断的まあ研究室がえっと35ほどあるんですけれども、所内横断的に横つなぎですね。まあま地震が少しあれですけれども、地震以外の大気、水、土、砂 それから、えっと、総合防災、社会防災ですねえの、皆さん横断的になって何が言いたいかと言いますと,、えっと、気候変動のリスク予測、それから適応研究に関するですね、えっと、連携研究ユニットですね、えっと、というのを,を作っておりまして、まああの、いろんな災害が温暖化でまたどうなって、どう対応していくべきかというような研究をですね、まあ、あの世界をリードする形で進めてきております。で今回 あのここで開催させていただくきっかけになりましてはこの10年ですね温暖化もう既に進行してきてますが2014年の8月、えー、朝北の方で、えー、線状対流系ですね、えー、線状降水帯という言い方の方が一般ですけども入道雲が連なった形で、えっと、土砂災害が 起こりました。えっと多くの方亡くなりになりました。えっとそれからえっと2018年ですね。まあ7月3日頃から6日ぐらいですかね。えっとな3日以上にわたる長めによってですね。 あのまあ、広島県はもとより、えー、愛媛県岡山県含めてですね、えっと、大きな災害土砂災害大洪水、えー、含めて、えー、起こりました、まあ、そういうのが、えっと、きっかけで、えっと、ここ広島では主にこういう豪雨災害ベースのお話を今回、えっと、準備をいただいております。ま,あ、まずあの えっと、災害で被害に遭われました皆様あるいは、えっと、お亡くなりになられました皆様に改めて、えっと、哀悼の意を,意を表したいいと思いますあの私自身ですね、えっと、2014年のその災害の後もですね、えっと、広島県庁さんでレクを受け,受けてですねで、まあ、あと国交省さんとか、えっとまあ、広島の地方気象台の皆さん のお世話になってですねまあ、予報がどういう状態だったかとかですね、えー、その情報伝達もどういう状態だったか雨の降り方がどうだったかというのをまあ視察というかえっ、ー、と訪問させていただきましてですね現場も、えー、と学ばせていただきましたそれから2018年の広,、えー、と広島で西日本豪雨の時もですねえっ、ー、と広島では主に土砂災害ですが、えー、と矢野東それからえと坂町 それから呉、えっと、の天皇庁含めてですね災害土砂災害の現場2度ほど、えっと、訪問させていただきましたその他の岡山の真備町とか、えっと、川の愛媛県の土川の災害現場等ですねいろいろ訪問させていただきまして現場に行くとやっぱりあの悲惨さというのは、えっと、何者にも どう,もかどう語っていいのかわからないぐらい、えっと、心に来るという意味で、えっと、私たち災害研究者はですねますます大きな役割をお、まあ、国や県の皆様あるいは住民の皆様とおさらに進めていくべきだという決意を、うん、新たにさせていただいたところです。あのちちょょっと私と私事でで言いますとですねちょうどあの 西日本豪雨の1年目の7月6日にですね実はあの広島テレビで、えっとえー、福岡放送それから南海放送西日本放送、まあ、読売系4社でですね合同で、えっと、西日本豪雨1周年のツイート番組がありまして、えっと、私その時に朝の2時間ほどですねコメンテーターで、えー、生出演。 させていただいたというのがまあ広島駅の裏にある広島テレビでございます。まあそういうのも含めてですね、えっとその時も一周年の追悼行事とか生放送でありました。あのまあ愛媛も含めて洪水があってまあいろんなダムのせいじゃないかとかえまあ今裁判続いてますけれどもまあいろんなことをお引き起こしたまあ災害であるとということです。あのこういった災害ですね、えー、あるいはひどい雨 ハザードはままた起こりますで温暖化でですねやはり南から入ってくる水蒸気特に広島エリアは豊後水道を通って水蒸気どんどん上がってくるんですけれどもその水蒸気がやっぱり増えてきているということで,ですね同じようなことが一旦起きたとしたらその総雨量あるいは雨の強さ等はですねだんだんさらになめたもんじゃなくなるということがもう予測をされていますし、えっと、この10年でもですね あのいろんな豪雨災害熊川の豪雨もそうですし西日本豪雨でもですね、1980年以降の温暖化がな,ない場合に比べてやっぱり総量が10%ぐらい増えているという科学的な証明もなされてきていますで今高々一度上昇なんです、ね、世界の平均気温が産業革命以来 で多分2度上昇2三3 0年先になるだろうというふうな今社会の見込みになってますが倍になります。ということであと2三3 0年今の皆さんの世代次の世代孫の世代考えるとですね今から準備しておかないといけないというようなことを皆さんお気づきになられると思います。あのどうかです、ね、今日の皆さんん講演いいただきます内容です、ね、あのいろんな意味で これからのの皆様の対応、温暖化適応とも言いますがそれの大きな参考となりますことを願って私からの挨拶とさせていただければと思います。あの今回本当にご参加いただきましてありがとうございます。とあとあの、えっと、防災研究所の方とですね、えっと、広,広報国際委員会逆やったっけ国際広報広報国際委員会 <laughs> それから、えっと、行事推進委員会それから、えっと 企画えっと企画出ん何だっ広報企画出版室ですねすみません、えー、の皆様には大変今回お世話になって実行が行われておりますあの御礼を申し上げますとともにあの広島県庁の皆さんにも改めて御礼申し上げますどうぞ今日がの有意義な一日となりますよう、えー、記念申し上げます以上私の挨拶とさせていただきます今日はどうもありがとうございます。